ゴーカーチャンネル。デジタルディスプレイになってまして、これはまあ視認性が非常にいいですし、結構遠くにあるもんですから、目線移動がそれほど大きくないっていうのもいいと思います。でその上に、今燃費よく走ってますよとか、あまり経済運転ではないですよというような表示が、カラーで出るようになってます。で、そうですね、強くアクセルを踏むと、ブルーから紫になって、これはあまり経済運転ではないですねというふうになります。で、わずかに踏んでいるとグリーンになって、今は経済運転をしてくれていますよというような表示になっているわけですけれども、まあ、この、表示があるのはありがたいんですが、まあ、これもね大きすぎるとまた目障りなのかもしれませんが、もう少し線が太いといいかなと思いますね。ちょっと細いので、よりありがたみがある方がいいのではないかなという印象は感じます。まあ足回りの印象としてはそれほど悪い印象ではありません。硬いか柔らかいかというとやっぱり柔らかめのフィーリング、まあまあこういう車ですからね、しっかりと足回りで、衝撃を吸収しようと、いうようなところがあるんですが、やっぱりさっきも言いましたけれども、ボディがこう大きい箱ですから、こう路面を越えた時にこのボディがゆさゆさ揺れているような感じっていうのは、どうしてもこういう箱型のミニバンでは、生じてしまう致し方ない部分かなという印象はありますね。でこのステップワゴン、まあ他のホンダ車もそうではあるんですが、面白いのがあの斜め前方がですね、よくこういう車の場合はカメラを使って斜め前方の表示を見るような仕掛けになっているんですけれども、まあ、この車もオプションでカメラをつけることができるんですが、カメラのない車に関してはですね、ちょうどドアミラーの裏側にもミラーがあって、ちょうど合わせ鏡で、左の側方を見ようというような仕掛けになっています。この仕掛けはなかなか、アナログでありながらもですね、面白い機能の一つかなというふうに思います。それからこのステップワゴンで私が一番好きなのはワクワクゲートというゲートで、リアのハッチが、普通だったら大きなハッチをこうグッとこう開けなければいけなくて、重たいですし、それなりに、この車元来背が高いもんですから、後ろへ結構こうのけぞらなきゃいけないんですね。でもそういったことをする必要もなくですね、この車はちょうど真ん中から左側が横開きになっているようになってまして、まあ、これはぜひあのハイブリッドの、車両解説の方で細かく私が、説明していますので、そっちをご覧いただきたいと思うんですが、横開きに開いてですね、そこから物の出し入れもできるし、もっと言うならば人もそこから出入りできちゃうよと。左右のドアが開けづらい時には後ろから出入りもできますよというワクワクゲートという機能があるんですけれども、それがとっても私は、実用的で、他の車にはないユニークな、機能で、とっても好んだ、個人的にも好んでいる、機構となっています。今この右の方にあるイーコンボタン、エコボタンですね、よりエコロジーに走るボタンを押していましたけれども、やっぱりこれを押しますとアクセルの、レスポンスがこう悪くなるっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんが、普通の状態に比べると若干穏やかになるような印象はありますね。でもまあ街中を乗る分にはこれイーコンボタンを押して燃料を節約していただくのがいいのではないかなというふうには感じます。でこの車にはパドルシフトもついてますね。疑似的にこうマニュアルモードにする機能なんですけれども、まあまあエンジンブレーキを効かせるときにはいいですが、まあ、この車で、ね、山道をこう駆け上がってコーナーを攻めるなんていうようなことはなかなかしないと思いますから、まあ
エンジンブレーキをこまめに効かせるときに便利ですねという程度に思っておいていただくのがいいとは思います。一回まあ2速で、そうですね、2速で今若干エンジンをこう回してみたりしましたけれども、まあこの車の性格とどうもマッチングはそれほどしないなという印象はあります。このパドルシフトもね、まあ、つけたならばもう少し、こう質感の高いものだったらより良かったのになというふうには思うんですけれども、まあ、ないよりかあった方がいいのかなという気はいたします。でこの車にはホンダセンシングという安全システムがついていまして、前の車に追従する ACC アダプティブクルーズコントロールもついてはいるんですが、まあ、一つ残念なのがこれは時速30キロ以上じゃないと効かせられないというのになっています。ハイブリッドの車は完全停止までしてくれたんですが、これは残念ながらそこまでついていません。実際にちょっと今聞かせてみましょうか。今聞かせてみました。まあ、ちょっと今先行者がいないので難しいって言えば難しいんですが、ちょっと今なかなか難しいですね。この後もしできるチャンスがあったらやってみたいとは思うんですが、ちょっと今のところは難しいかもしれません。まあブレーキのタッチなどは本当にこうもう本当にごく普通の車と同じように自然に扱えますね。ハイブリッドの車はここがですね、中央部の下の部分がどうしてもハイブリッド用のバッテリーなどが必要になるということで、ここに若干、コンソールがあって、完全なる、ウォークスルーではなかったんですが、このガソリンエンジンに関してはもう完全なるウォークスルーになってまして、床が平らになってますので、本当にこう前からですねワクワクゲートを使いながら後ろへ、行って、後ろから降りることができるというのも楽々これはできますね。そのあたりも他の車にはない魅力的な部分だと思います。ここの左側のディスプレイがいろいろ切り替わるようになってまして、まあ標識を認識して今最高速度じゃなくて制限速度がですね、ここは何キロですよというような表示もついていますね。このあたりももうここ最近まあいろんな車につくようになりましたが、そういった機能もついています。ステアリングの操舵はかなり軽い印象で、このあたりの、ミニバンはですね、結構女性の奥様のユーザーの方も多いと思うんですが、そういう方でも楽に、ステアリングの操舵ができるという部分も嬉しい、ところではないかなというふうに思います。まあまあこうステップワゴン、ちょっとした空き時間でなかなかじっくり乗ることはできなかったんですけれども、まあ乗ってみて、まあ何かすごく新しいところがあるかっていうとそこまではありませんが、まあまあ普通に乗ってみて、普通に気持ちよく乗れるなというふうに思いました。で何よりもワクワクゲートの利便性の高さ、そういったところが嬉しいなというふうに思いますね。はい、まあせっかくですからワクワクゲートで、出てまいりましたけれども、ステップワゴンのスパーダのガソリンエンジン仕様を試乗してまいりました。ハイブリッドに比べればやっぱりその、まあ、普通っていうとちょっと語弊があるかもしれませんが、まあまあ逆に言うと本当に普通に乗れてそれが気持ちいいというような言い方もできるかと思います。まあ、ハイブリッドはいろいろこう電気だけで走っているとか新しい部分がいろいろあって、私はやっぱりそっちの方が好きで面白いなっていうふうには思ったんですが、まあまあ値段もねかなり変わってきますし、実際にいろんな機能性、特にこのワクワクゲートを含めた機能性などはハイブリッドもガソリンも違いはありませんからね、とてもこの使い勝手魅力だと思います。1.5 リッターでちょっと不安ではあったんですけど、ね、やっぱりターボがつけば十分な印象ですね。一回この車で7人乗ってとか、高速道路を走ってみたいなっていう風な気はしましたけれども、まあ、実際には、この150馬力っていう馬力を見てもですね、トルクもまあ200ニュートンぐらい、ありましたから、まあまあ必要十分な、感覚ではあるのかなという印象でございました。私は、まあ、ハイブリッド、
またね一回ゆっくり乗ってみたいなと思ったりもするんですが、ここのステップワゴン結構好きでしてね、皆さんにもぜひおすすめしたい一台でございます。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。はい、プラチョイのコーナーですけれども、私が今オートプラネットを歩いていて、ああこの車そういえば良かったなっていうか、あやっぱり欲しいなと思ったのは、フォルクスワーゲンのシャランです。フォルクスワーゲンのシャランは、まあ、日本ではこの3列シートのミニバン、7人乗りの車っていうのは、非常に多くの車があるんですけれども、意外に輸入車っていうのは少ないんですね。でシャランは輸入車の中では割と大型のミニバンで、それから日本人が、大好きなスライドドアを持っているのが特徴的です。でボディサイズとしてはかなり大きい車なんですけれども、エンジンが 1.4 リッターのターボとスーパーチャージャーということで、かなり、図体の割にはエンジンが小さいというのも特徴の一つです。今私の隣にあるのは上級モデルのハイラインというグレードの車ですから、いろいろ装備も充実しております。このシャラン、まあ、スライドドアはやっぱり便利だなというのも非常に私も実感はしております。今回ご紹介したのはこのフォルクスワーゲンのシャランでした。